はは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 インボメシでーす。あ、始まったのか。よろしくお願いします。あ、始まってね。シレット始まった。特殊なんです。こんな感じで特殊なんです。特殊なチャンネルなので、あ、一回黙ってもらっていいですか、ちょっと。ということです、今回インボメシ特別コラボということで、はい、今話題のトゥーランドブルーさんに来てもらいました。よろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうも。いや、もうレジェンドなの。レジェンド。皆さんはお久しぶりです。お久しぶりです。一回ね、何でしたっけ、これキーさんか、はい、の信じられない話で、はい、そうだそうだ、そこですよね。一緒に共演させてもらって、ええ、めちゃくちゃおもろいから、ありがとうございました。いや、とんでもないです。もう今ほんともすごいから、トゥーランドブログさんは。いやいやいや、でもレジェンドが、ありがとうございます。都市伝説界を支えてくださって、いろいろ共通点とかもあって、はい、あ、そうなの。いきなりこんなことぶっ込んで、はいはいはい、なんだいなんだい。先日本を出しまして、いきなり、はや、抜け目ないな。なんで俺こんな早く宣伝してもうたやろ。皆さんに嫌われてしまう。今痒くなる前に馬面の勝者厳しいから。いや、厳しい。いや、でもこれがね、要はその馬面さんが出された本の編集の方と同じ小川さんという方が今回まあ一緒に作ってくれたという、そうらしいんですよ。信じるし、アナウンサージャパンの編集をさせていただいてね。あっちからですね。もういろんな、多分都市伝説 YouTuber とかも多分結構黒幕っすよ。あんな小顔で、あんな小顔で。小沢さん落ちてないですか、大丈夫ですか。いや、あれあれ、これ小沢さん、小沢さんが、これが本体やったんすか。冷えてますよ。顔小さすぎて。できちゃった。都心説やっぱ大好きみたいな。あ、そうなんですか。普通になんか、俺全然面識なかったんですけど、なんかイベントとか実はこう来てくれてたりとか。へぇー。そのお客さんとして。イメージないっす。いや、だからイベントもしやられてたら、まだ会う前に来てたかもしれないですよ。なんでそのそしてつぐニュース。実在する小顔の方なんだ。あの方今日はちっちゃめられてる。貧乏小沢さんってないんだよ。いやいや、でも本当に今日はね、もうトゥーランドブルーさんが今もう大人気ということで、僕らはね、もう今の人気にあやかって今日は。いやいや、ほんまにレジェンドの方々がそう言うとやりにくくなる。あまりにいっぱい吸って再生数稼ごうかなと今日思います。ほんまにそのスタンスやめてもらって。よろしくお願いします。絶対伸びますもん。いやいや、絶対伸びます。ほんまにやめてください。めっちゃ汗かいてきた。まず唐揚げでも食いますよ。そうですね。あー、なるほど。すごい、ほんまに陰謀飯あるんか。マジで食ってるんだ。陰謀的に良くなさそうなものいろいろあるんですけど。あー、確かにね。何入ってるかわかんねえ。だから今日は稲麺の出番がよりないね。そうだね。本当に真ん中なのに。で、中でもキャラ被ってる説も。あ、なんかそれを言われました、さっき。あれれれれれ。そうなんですよ。先ほど。もう村作ってるんで、もう負けてんすよ。何も作ってないの。いただきます。じゃあいただきます。あ、どうぞどうぞ。ライス食べます。あ、ライスじゃあいただいていいですか。あ、すいません。ライスまでそんなね、ちょっと分け分けして。あ、そうですね、分け分けして食いました。最近なんか村始めてから貫禄出すぎて今敬語使えそうだった。なんかほんまにこんなにね、あったけってなってきてて、やっぱ村長の威厳が出てきてる。威厳がすごい。そうかな。まあ髪の毛1年以上切ってないからじゃないですか。あ、そうなんだ。一生伸ばし続けてる。多分やけどそこじゃないと思う。おでこのシワか。あ、それもある。1年で潮風でおでこのシワぐん深まる。海沿いに住んでるんですよ。車が錆びるみたいな感覚で。あ、そうそうそう。顔面が錆びる。肌も錆びる。これ多分本題多分一生入らないです。めちゃくちゃ綺麗な白米。はい。綺麗な白米大丈夫。なんか白米良くないみたいな話あるじゃん。あ、そういうことなんだ。生成米がどうでとか。でも軒並み揃ってます。いろいろ入ってる。バッチグで、バッチグで、僕ら大丈夫です。ああ、よかったよかった。最近ね、アスファルテウムもね、WHO が発がん性物質だっていうふうに。あ、認めちゃったんすか。認めちゃった。はい。まあ、今まで健康だって言われたものはね、徐々にこう、嘘が暴かれてきたっていう。あらららら。だからもうそろそろいいんだろうなって。だからもう、ある程度も日本人が摂取し終えたから、うわー、そういうものを。なるほどね。完了みたいな。完了みたいな。洗脳完了みたいな。もう、だってね、相当毒入れられましたもんね。そうです。数年間でね。今、徐々にこう、症状出てきてますもんね、皆さん。原因不明の体調不良みたいな、増えてますもんね。村でずっと彼暮らして、僕はちょっとまあ、名古屋の都会でいるんですけど、健康診断、彼のが悪かったんですよ。え？これも攻撃？潮風攻撃。潮風。多分アルコールっていう攻撃。ああ、アルコール。お酒やっぱダメなんだ。お酒っすね、多分大体。だから某有名ちょっと強めのアルコールお酒がちょっとやばいとか。はい。ありますあります。なんかそれ飲みすぎるともうおかしになる。脳がもうちっちゃくなるっていうね。ええ。だからあれ、本当現代の俺アヘンだと思いますね、あれ。そうなってくるとなんか一部のなんか SNS 投稿見れなくなったり、YouTube 見れなくなりそうなぐらいの。何飲んでる？
そっち系飲んでる？いや、ビールだね。あ、ビール、まあ、同じだ。同じ同じ、もうビールもうだって缶コーヒーでしょ、だってガチガチなんですよ。ガチガチみたいになってるんですよ。ほぐしましょう。どうなんだろう、弾かれる気がするんですよ。弾かれる、硬すぎて。あ、弾力持ちですか。弾力が硬い。石とかじゃない。弾かれる、ゴムみたいになってる。一回揉み合います。どんな遊びしてるの？初対面で肝臓揉み合うはない。柔らかくし合う。自分でできるやつだって稽古シーンでやってないもんね。やってないよ、ここ何年か。多分稽古シーンの中で一本動画撮れますよね。いいアドバイス。確かにいいアドバイス。やばいと思う。いや、ほんまっすか。あえてしないようにしてます、ね。顔色とかもいいし。あ、まず、あ、うん、まあ、でも実際健康診断でこう C 判定とか来ても、まあ、いっかってなります。それは個人の主観やから。それぞれ。村長の主観でしたね。いや、面白いな。僕はちょっとそんな中でね、はい、ちょっと陰謀とかも、まあ、もちろんそういうことも僕らの中でやってするんですけど、はいはい、歴史とか、神話のお話を、あ、いいですね、掘り下げることが多くてですね。はいはい、で、まあ、今回ちょっと、岩に刻まれる古代文字、うん、おペトログリフが熱いんじゃないかっていう、はい、あ、面白いですね。今ですか、うん、今それが僕らのブームになってます。日本各所にやっぱありますし、世界中のいろんな、ね、離島だったりとか、うん、そういうところでも日本でもね、あの見つかっているような全く同じ文字が見つかったり、うん、結構面白いですよね。シュメール古説文字とか、うん、まあ、そのケルトの拝む文字とか、うん、そういうのが結構見つかってて、うん、でもこれ何がまあ陰謀かというと、うん、日本でどれだけそれを発見しても公認されないというか、海外やったらもうペトログリフ学というのも確立されてて、うんうんうん、もう大学で教授がいるみたいな。でも日本でそれやろうとするともうお金が一切下りない、いろいろ覆っちゃうんですよね、はい、日本の歴史が覆るし、うん、で海外から見た時に、あ、日本の巨石文明どないなってるのみたいな、うんうんうん、でも海外の教授からすると、なんであんなに日本って巨石にペトログリフとか出てるのに、うん、なんでみんな調べないのみたいな、うん、まあ、でも古墳とかも似てますよね、うん、まあ、あれ調べたらあかんってみたいな、あかんっていう感じでしょうね、まあ、だからこそ宮内庁がね、こう管轄して発掘できないようにしてますし、そうですね、だから結局やっぱ古事記、日本書紀って日本の、うん、まあ、いわゆる聖史とされてるものが覆ってしまうと、うんうんうん、めちゃくちゃ不都合なんですよ、うん、今の皇室もそうですし、そうだね、まあ、本当世界的な歴史も変わってくる、うん、今それこそやっぱり白人優位に、うん、やっぱ描かれているし、うん、まあ、それがやっぱ、まあ、支配の歴史で今作られてますから、うん、この世界は、はいはいはい、それが変わってしまうとなると、今のやっぱロスチャイルドとかそういう支配階級の立場がなくなりますからね。なるほどね、うん、ここまで作り上げてきた、うん、意外とこのイメージも、うん、例えばヨーロッパ系も、うん、まあ、キリスト教のなんかルネッサンスの前とかは科学止まってたりとか、はい、イスラム圏の方が実は科学栄えてたりとか、うん、でイメージが意外とちょっと最近グッてきてるけど、もともとある種なんか世界を牛耳ってた感でいるけど、うん、実はこの数百年間だったりしてみたいな、うん、まあ、このまま突っ走っていきたいんでしょうけど、うん、みたいな、はいはい、もともとやっぱアジアの方がかなり文明としては発達してたんですよね、ヨーロッパより、うん、結局ヨーロッパってあのイスラム圏と貿易してましたけど、はい、まあ、香辛料とか、うん、まあ、お茶とか、うん、あと絨毯とか、うん、そういうものって全部やっぱアジアから運ばれてるので、もともとアジアの方が優れてたっていう話ですよね。でこれ何がね、そのペトログリフが面白いかというと、うん、まあ、僕の知り合いの方で、うん、日本巨石文化研究所っていうのが、うん、巨石を研究してる竹内和忠さんって方がいらっしゃって、うんうん、この方が30年かけて研究してるんですよね、うんうん、九州の方で、はい、でそこにちょっと僕らフィールドワークみたいなの行かせてもらって、うん、いろいろ見させてもらってるんですよ、はい、でその方はやっぱその、まあ、日本では前唾扱いされてるんですけど、うんうん、まあ、ハーバード大学の碑文学会で論文を発表したりとか、うんうん、教授から認められたりとかしているんですけど、はい、日本ではあんまりこう信じられてないみたいな、うん、でその、まあ、ハーバード大学の、まあ、亡くなっちゃった方なんですけど、はい、マリーフェル教授は巨石文化世界中に見られますよねと、うん、これなんでやと、うん、これは海洋民族が世界中に運んで伝播していったんだっていう説を唱えてるんですよ。面白い。でこれが、まあ、米国碑文学会の定説で、うん、エンシェントワンワールドって言って、こういう考えが根底にあって、うん、古代の世界一つの文明だったんじゃないかみたいな、うん、そういう説が提唱されてるんですよ、うん、定説なんですよね、うん、でその文明っていうのは巨石文化で、その巨石文化を作った民族が海洋民族で、まあ、世界中を航海してその文化を世界に広げに行ったんじゃないかと、面白いですね、バリーフェル教授の、まあ、説なんですよね。これめっちゃ面白くて、うん、その竹内先生も、うん、まあ、そのバリーフェル教授の説に習いつつも、はい、太古に存在した世界中を、まあ、股にかけた海洋民族がいた、それが海洋民族ラピュタ人と、
ラピュタ人。あ、ラピュタなんですけど、うん、ラピュタ思い出すじゃないですか。うんうん、みたいですね。実際に、世界最古の遠洋航海をしたと言われる海洋民族は、うん、海洋民族ラピュタ人という人たちで、うん、実際にこれ学説的にこう認められている存在で、うん、今から3600年前に実際にメラネシアに存在したと。うん、オーストラリアのちょっと上みたいな。はいはいはい、はい、で。これ3600年前ですけど、うん、分布を見ていくと、その竹内先生ね、はい、それよりさらに昔に、うん、ラピュタ人の元になった海洋民族がいたはずだと考えて、はい、ちょっとだけマイナーチェンジなんですけど、はいはい、ラピュタ人の元になった人たちのことをラピュタ人と呼んでる。あ、はい、で、このラピュタ人、まあ、要は一般的に3600年ぐらい前に現れた、メラネシアに現れたね、はい、ラピュタ人は、まあ、人類史上初めて遠洋航海を実践して、うん、もう何百キロっていう航海をしていたっていうのが学術的に認められてて、はい、大変の島々に住み着いたと思われてる民族なんですよ。ちょっと見てもらっていいですか。これね、1952年にニューカレドニアで発見されたね、ラピュタ土器っていう、こういう、これがですか、まあ、まあちょっと線が入ったというか、うんうん、細かい線入ってる ね。で、日本でもこんな感じで、そば田式土器っていう似たような形が発見されてるんですよ。似てますね。熊本県、はい、これが縄文前期の7000年から5500年前のものだと。ラピュタってより古い。そうです、古いんですよ、日本の方が。で、北欧でもこんな感じで、あらいい、模様が似てるもん。そうなんですよ、うん、で、この土器だね、5500年前のものやと考えられてるんですけど、うんうん、ファンネル・ビーカーズ・ピープルって呼ばれてる人々が、うんうんうん、東洋からやってきてこういうのを教えてくれたんだよっていう伝説が残ってるんですよ。だからこれのなんか土器だけ見ていっても、まあ、似てるし、うん、あとね、三内丸山遺跡ってあの沖縄の縄文時代にこれが有名なんですけど、すごいのが、はい、ビッグハウスなんですよ。あ、そっちなんや。これめっちゃでかい家作ってるんですよ、縄文時代。うん、でかいですね。はい、で、これと同じこのファネルカ・ビーカーズ・ピープルっていう、ね、人たち、こうロングハウスの技術も北欧に伝えてたみたいで、こんな感じで同じロングハウスが北欧にあるんですよ。作ってるんだ。これ一緒だもんな。あ、ほんとだ。なかなか作れない。ちょうど新たな時代のやつだよね。懐かしさを感じる。何歳？あなたの時代。え、ごめんなさい。僕知らなかったんですけど、もしかしてギルガメッシュ女子誌に出てくるオトナピシュティムさんですか。あ、オトナピシュティム。オトナピシュティム。あ、ちょっとちゃうかった。あ、ちゃうかったんか。ちょっとちゃうかった。オトナピシュティムか。そうだよな。で、こんな感じで、まあ、高度な文明を持った海洋民族が、はいはい、まあ、遠く離れた世界を地域じゃなく行き来してたんじゃないかと。だったら、僕らってやっぱ国で見るじゃないですか。うんうん、でも古代は、もっとこう、ダイナミックに動いてたんじゃないですか。グローバルだったね。なるほど。僕もやっぱりね、感じるんですよ。マジで。もともと国っていう概念がない時代の話なんで、はい、うん、そもそも日本発祥のような説なわけじゃないですか。だから世界全部日本なんじゃないかっていう、ある意味で言ったら、確かに言ったらね、見方もできますからね、ないみたいな。そうなんです。だからやっぱり未だにカタカムラで、それこそアシア族っていう、アシア東亜で、このアシアっていうのがアジアになって、うんうん、言われてますよね。そこともつながってくる話なので、やっぱ神話とかも見てると、はい、日本の神話とインドネシアの神話が全く一緒とか、はいはい、浦島太郎の昔話がケルト民族の神話と全く過去同じなんですよ。ありますよね、そういうのね。どっちが先とかはもう分かんないですけど、うん、やっぱ一個のなんか文化をなんか結ぶ何かはあったんじゃないかと、うんうん、でね、まあ、今のこの家とか、うん、なんかその機能性を高めていったら同じ形にたどり着いたんじゃないのみたいな見方もできるわけですよ、うん、はいはいはい、たまたま考えが同じになる、うん、突き詰めたらその形にみんななるよみたいな、うんうんうん、ハーバード大学のバリフィル教授が提唱した巨石文化は、まあ、海洋民族が伝播したという説がもし本当やったとすれば、うん、巨石にこそ、まあ、その痕跡が残ってるんじゃないかということで、うん、確かにこれ見てください。ソウルズベリーのね、ストーンヘンジなんですけど、うんうん、メインヒルと呼ばれる縦石を並べて採取する場所を作ってたのではないかと、はいはい、まあ、考えられてるわけなんですよね。で、このエイブベリーのストーンサークル、こんな感じですよ。で、広大な土地に円のようにこう円を描くように並べられてる、幾何学的な模様ですよ ね。なんかね、絶対なんか宇宙なのかなんかね、うん、感じるよね。で、これ日本なんですよ。あらら、あら、モロじゃないですか。大分県で見つかったメインヒル、そう、大分県、同じタイプの。しかも日本って例えば古墳出たりとか土器出ても、うん、都市開発でここ古墳とか出ちゃったら、うん、工事を止めなあかんから、はいはいはい、そのままなかったことにするみたいな都市伝説というか、まあ、実際によく聞く話が実際のね建設の方からとか、こういうメンヒルもストーンサークルとかも土地開発の時にかなり撤去されてるんじゃないか、めちゃくちゃあったんじゃないか、本当はね。で、これドルメンって言われる巨石なんですけど、うわすごいバランス。これアイルランド、
まあ、こんな自然ではなかなかできへんよねと。無理よ、これを人工的に作るとしてもかなり困難がある、うん、確かに、まあ、今の技術で言えばクレーン車とかね、確かに確かに作れますけど、これ昔の人がこんな、だってものすごい重いわけじゃないですか。え、だってこの石も何メートルかあるわけですもん。ありますよ、若手か。そイギリスのね、一番有名なあのストーンヘンジも、うん、あんな重いものをどうやってあそこにああいう円状にこう作ったのかって、うん、未だに疑問されてる、うん、これが何千年って経ってても、うん、この位置にあるのが不思議ではないですか。まあ、これもアイルランドなんですけど、この、まあ、ドルメンっていうのが、うん、こういう熊本県鬼の岩屋古墳群とかで、うん、ドルメンがあったりとか、うん、天草、うわ、なんだ、うん、こんなバカでかいドルメンがあったりするんですよ。で、この、ね、ドルメンっていうのは調査結果、人工的に作られたドルメンってことは分かってるんですけど、うん、このサイズ、まあ、熊本にあるやつとかはもう世界最大級だと。世界で。そうなんですよ。そうなんでも、そもそも日本はいや、そんな認めてませんってスタンスなんで、うん、これが世にこう出ることもないと。で、まあ、こんな感じで、あと排蒸結って言って、ボコボコボコって岩に穴掘ってる、排蒸結ね、はい、これも、まあ、世界中で見られて、うん、はい、まあ、再生とか不滅のシンボルとしてこう信仰されてきたと考えられてるんですけど、うん、まあ、こういうのがね、まあ、日本でもめっちゃ見つかってますし、うん、あのギョベクリテペ、あの1万2000年前のギョベクリテペでもこんな感じで排蒸結、まあ、これ一つの説ですけど、はい、この排蒸結って、まあ、いわゆる穴が開いて、はい、うん、でこれ北斗信仰につながってくるんじゃないかって話もあって、はい、いわゆる空にぽっかり穴が開いてる、はい、なるほどね、うん、でそこはもうずっと変わらないわけですから、うん、それが雨の港の下なんじゃないかと。おお、なるほど、それが一番の根源神、だ闇ですよね。これ縄文時代の話ですから、縄文時代の人々はそういうものをやっぱ信仰してたっていう、そういう信仰を世界中に広げた人たちが、さっき言ったロアピタ族ってことなんですけど、うん、実際にね、このポルネシアのマオリ族は、うん、アウトリガー船という船を駆使してイースター島からハワイ諸島まで、まあ、長距離の航海をしてたことが分かってたりとか、しかも何千年前っていうのは地球環境が今よりあったかくて、海面が今より8メートル高かったと、うん、で今より温暖で海面が8メートル高いとベーリング海峡が船で渡れるというか通れるから、うんうんうん、北極海航路が取れると、うん、まあ、こういう感じで日本から北欧まで行けちゃうんですよ。行けちゃってるね。本当だ、そこも通れたんだね。実際このシュメールの石板から当時の船を復元した岩田さんって方が、うん、まあ、インドから沖縄までを3ヶ月の航海成功させたりするんですよ、うん、石板から作った情報から作った船です。すげえ。1万キロぐらい航海してたっていう、そういうことですね。そう、すげえな。だからめちゃくちゃ、まあ、面白いそのペトログリフなんですけれども、うん、これが世界各地でなぜか見つかっている、うん、日本で見つかってこれらの巨石には、うん、北欧で生まれたとされるキルトのガム文字とかね、はい、シュメールの古説文字確認されてるわけですけども、はい、どんな人たちがやっぱ日本に来てたんじゃないかっていうのもあるし、はい、日本からそれを伝えていったっていう可能性もあるし、はい、縄文人やっぱすごいじゃないですか、うん、っていうとこで基本的なその研究費用が下りないんで、うん、ある種このなんていうかペトログリフというのが、ね、例えばこの辺りでも、うん、あるわけですよ。そうです、はい、これを都市伝説の YouTuber のオープンソースにしてみんなが日本中調べていったら、うん、あ, あると思うんですよ、めちゃめちゃ出てきそうやね。確かに面白いですね。だから僕らは今研究してる方たちのところに行ってて、うん、ある程度それをなんかこうオープンソースにしようかなと思ってて、すごいですね。関東も多分めっちゃあるんですね。さっき九州ばっかだったんですけど、うん、研究されてる方はゴリゴリの九州だから、ね、でその方すごかったのが、うん、やっぱその理論があるんで、うんうん、ここにこういう意思があるってことはここの星の進行してたはずやからあの位置にペトログリフがあるはずだって言って、うん、歩いて行って初めて行った場所でガンガン関東で見つけて行ってたんですよ。なるほど、すげえ。ロジックがあるんですよ。 ありますね。ちゃんとあるんだ。そうなんです。天体なんでしょうね。その天体を観測する、うん、もうまさにそう言ってありました、うん、だから宇宙から見やすいような形に作ってるんですね。そうなんですよ。すごかったよね。フィールドワークすごかった。山の先が1の山でこっち2の山の間に石があるとか、水源はじゃあこっちだみたいな、すごいな。すごいな。でそれを全部知ってたんじゃないかって言われてるのがあの空海さんなんですよね。空海さんですね。だからね、もともと縄文で刻まれてたペトログリフを、うん、そのシュメール人とかが来て目印をしている、うんうん、それはそこに水があって、うん、山が豊かな場所にそういう巨石文明を作ってた、うん、要はラピュタ人がいたから、うん、その場所で生きていけるんですよ、うんうん、だから目印になっていって、うん、最終的にそれを空海が、まあ、発見したことにしているというか、なるほど、ね、そういうのもあったりとか ね、 ねありましたね。今度またロケできたら一緒に、一緒にちょっとペトログリフ探しにしましょう。僕ら一回ね、あそこ行ったんですよ、あの九州、熊本だったかな、シメールのおしろいわ、あそこのおしろい市の発見者です。えあ、そうだったの。まさか、あの看板の文とか全部竹先生が作ってて、あ、マジっすか。見ました見ました。あそこめっちゃすごいっすよ。すごかった。声にいたあのおじいさんじゃないよな。
あの普段小屋にはいないです。いたよね。おじいさんいたらしいな。話長いおじいさん。あれは違うか。それは別人。だけど、ついさんすごいスタイリッシュな。ずっとね、同じ話を繰り返す。僕らみたいな若造が興味持ってくれて、すごい嬉しかった。嬉しいでしょうね。そこもね、シュメールのまさに文字が刻まれてますからね。岩があったかいんですよ、触ると。方位磁石も来る。そう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 。なんかバールとかって書いてあるんですよ。これもすごくてね。バール神って牛の神様いるじゃないですか。カナン人とか元々の話だ。調べたんですよ。九州のサイトバルとか、なんとかバルってつく地名が、もう九州だけめちゃくちゃ凝縮してあるんですよ。だからもう東にはほぼないんですけど、何百個っていうチバルってついてる地名が存在してて、で例えばサイトバル古墳とかやったらそこに巨人の伝説があって、岩の要はピラミッドを作ったみたいな伝説が残ってたりとか、だからやっぱ各地域から海外からやってきて、ある種鬼と呼ばれてたけど現地として交わっていったみたいな、まあ、世界観があったんやろな九州にはとか、そう、バール神ゴズレンノーっすよね。そことも繋がってくる。スサノーっすよね。そうなんですよ。それすごく面白いですね。はい、ぜひぜひ。新発見だらけやと思うんですよ。バルティオープンソースにしていただければ。あ、します。著作権フリーなんで、みんなで僕らも全然。もう見つけ倒してもらって、関東手つかずやりやすいですよね。観光地にやっぱなっていくと思うんですよ。それがまた、それがいいか悪いか分かんない。なるほどね。なるほど、なるほど。あ、そういう場所があったんやってなっていって、そのままじゃインバウンドにもつながっていくかもしれないっていう。まあでもね、そういう、まあいわゆる偽物の歴史みたいなイメージあるわけですよ。それね、みんな興味が持ってもらえればね、面白いですよね。そういうきっかけになりそうよね。国が認められないんだったら、やっぱ YouTube とかインターネットの力使えば世界中に話が広まるわけですよね。絶対そうだと思うんですよね。すごい、それできたらね。もうちょっとしたら、なんかその海外の自動翻訳とかできるじゃないですか。あ、はいはい。完全な。意外と日本のこと興味持ってると増えすぎてるから、なんかもう、要は日本の都市説 YouTuber とか歴史系 YouTuber の世界戦始まるんちゃうかなと思って。なるほど。だってもう喋ったことがそのまま海外に出るじゃないですか。同時翻訳とか、もうしたらその瞬間から翻訳されるんで、ってなったらこれ YouTuber 革命起こるし、やっぱ注目がすごいから、確かにどんなことが多分検索されるようになるんちゃうかなって。嬉しいで、海外広がる再生数もね、ね、何桁が増えるんじゃないですか。英語ってやっぱ強いじゃないですか。強いですよね。だからフォロワー1億2億ありえる世界。いやー、確かにね。自然説 YouTuber で1億2億いたら夢ですよね。有名です。これまでは日本に限られてたから、究極その何百万しかいけないけど、でも世界が OK ってなったら、もう日本しか喋れないものがいっぱいあるから、急にパコンって奥に行く可能性が出てくるんで、日本の巨石熱いなと。熱いね。海外ではめっちゃ巨石注目されてるわけよ。そう。それを調べる手立てないんで、再来年ぐらいみんなでそれをやったら、海外の人が巨石巡りするんちゃうかな。面白い。それを YouTuber がやっちゃったよみたいな。新しい流れですね。ぜひ作っていただいて。いや、もうちょっとそれを URL また送らせていただきます。僕もちょっと巨石熱移ってきました。あ、来た、はい、嬉しい。これはすごいですよ。すロケ1000回ぐらいできると思うんですよ。ネタに困らない。確かに一生いける。最終的には海とか潜ればいいんで、多分太陽遺跡探せばいいなと。確かに海もありそうですもんね。そこまでいけたらすごいね。こんな感じで巨石をオープンソースにしたいなっていう提案でございました。提案しに来ました。面白い。めちゃくちゃ面白い。ぜひしていただいて、僕らもそれに乗っかるという。いやもうこれみんなで作るものだと思って、ビットコイン的なオープンソース。確かに全員でね、設計図を公開する。でも竹井先生は研究なんでね、それを僕らがちょっとお借りしてるってことなんで。その方がでもね、協力的であればね、めちゃくちゃ協力的に嬉しいよね。広めてほしいって感じ。やっぱね、こう、まあやっぱりその研究されてたりとか、古代からの英知を守られてる方って、やっぱ発信するっていうところにやっぱすごいこう難しさを感じてる方が多いんで、求められてるのかなっていうのは。確かにね。まあ、特にトゥーラムさんって分かりやすくね、やっぱね、それをね、説明できるわけですから。ペトログリフ、どこまでいけんねや。どこまでいけんねや。ってもありますが。深いっすもんね。深すぎるもんね。深いっす。日本ってその縄文の文明 DNA 的に言うと、はい、D の系統 1B なんやったかなんか、そういう特殊な遺伝子を持ってるらしくて、かなり早い段階で枝分かれしてピュンと日本に来てるみたいな、固有の遺伝子持ってるんですけど、めっちゃ
混血してるっていうのも同時にありましたね。だから固有の遺伝子を持ちつつもいろんな民族を受け入れ続けてきたっていうようなのが遺伝子的にも分かってるんで、固有でもあり混血でもあるっていう特殊な、すごいっすね、なんか懐が深い国なのかなって思うんですよね。その国だけやっぱ宗教ね争いもないし、ないし、いろんなね文化がこう集合してる国なんでね。今は鎖国っぽいイメージあるんですけど、もともとはすごい逆な感じやったんだな。そうですね、広がってったんでしょうね。またこう帰ってきたっていう、鎖国時代長く続いたら、ここからまたパカン時代が来るのか、こっからね。じゃあ村はどうなんですか、ウェルカムなんですか。パッカンパッカンです。パッカン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 。文明滅んだら来てください、ぜひ皆さん。あ、そうですね、文明滅んだら。この間イギリス人とオーストラリア人来てました。世界平和起こってる。一緒に畑しました。すごい、そうなんだ。そういうことが起こってるんですね。そうなんだね、活動されてて。ね、いや、すごいなと思います、僕は。本当に村作りよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあったら来てください。ぜひ、よろしくお願いします。めちゃくちゃ面白い話でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということですね、トゥーランドブログさん、しっかり来ていただいたので、チャンネルは概要欄の方に貼っておきます。はい、ぜひそちら登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。本古事記に転生するという、そういう古事記転生、まあ歴史とか都市付きのことやってるのに小説書きました。小説タイプなんだ。まあでもそっからちょっと神話のこととかにもつながると、考察要素も入ってるっていうような、読みやすいですね、小説だとね。よろしく。あ、いいですか。ありがとうございます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 。ちょっとご飯進みます。嬉しすぎて、レイコーさんがもらってました。いただいてたんです。いただきました。とかとか、小川さん同じ編集長だったので。なるほど、よかったらということで。ありがとうございます。小川さん、ありがとうございます。見てくれてるかな。ね、どうしてもやっぱ古事記とかってね、難しい話ですけど、こういうふうに小説になるとすごい読みやすいっていう。お忙しいと思うんですけど、本当にもし入院とかすることあれば。あ、そうですね。長らく眠るぞ、この。僕はイラメンディさんが一番早いかも。本読めないんだ。読めないんですよ。読めないんだ。いや、でも読みますよ。うわ、すごい嬉しい。頑張って。ありがとうございます。皆さん、これもね、あの、Amazon リンク貼っておきます。はい。ご購入。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。コンバース入ってた。あ、なんて。あ、そうそう、思った、それ。現代の要素がちょっと入ってるね。ちょっと面白い。そういう要素もあるんだ。コンバース持ってきちゃったってことなんですか。ちょっとまあこれは実はこういうシーンはないんですけど、まあ現実世界から転生してるこの現実の名残みたいなものを表してるくれてるのかなと。絵も楽しいんだ、これは。そうなんですよ。すごいな。シーンも綺麗で。綺麗ですよね。俺らの時やってくんなかったな。これが僕たちのチャンネルに出てくれているので、はい、チェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、すごい、これをいただいちゃって。でも、もちろんありがとうございます。